は教育未来創造会議の第2次提言として未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ略称全員未来の取りまとめを行いました。有識者の皆様方のご尽力に心より感謝を申し上げます。新しい資本主義を実現するためには人への投資を一層進め世界最先端の分野で活躍する高度専門人材を育成確保するとともに多様性と包摂性のある持続可能な社会を構築することが必要不可欠です。このため政府として2033年までに日本人学生の海外留学者数50万人、外国人留学生の受け入れ数40万人の実現を目指すこととし、この実現に向けて、日本人学生の中長期の海外派遣の拡大、有望な外国人留学生の受け入れを進めるための環境整備、中学、高校団体からの国際交流の推進、在留資格の見直しや企業への就職円滑化の促進、国内大学等の国際化や外国人材への魅力的な教育環境整備等に取り組みます。特に我が国の未来を担う若者が留学を通じて成長し活躍することは社会を変革するための鍵となります。そのため日本人留学生の中長期の海外派遣を中心に優秀な日本人学生の海外派遣を大幅に拡大する構造的抜本的な方策を実施するとともに日本人留学生への経済的支援も充実してまいります。この提言を反映し富山金沢教育大臣会合そして広島サミットを通じて G7 メンバーとの間で相互の海外留学を推進してまいります。長岡大臣を中心として政策の工程表を夏頃までに作成するなど政策実施プロセスを明らかにした上でこれを実現するための施策パッケージを速やかに取りまとめ実施状況のフォローアップを行い J 未来計画を着実に実行するようお願いをいたします。